どうもなおちんです。本日も戦国無双5をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はねユニーク武器の入手方法やっていきたいと思います。ようやくねユニーク武器の入手方法が出だしたね。ネットにも情報が徐々に出てきております。まあ俺もね高難易度クエストをたくさんクリアしていったけども全く出なかったのよ。全く出なかった。で、分かったことが、ユニーク装備は、特定のクエストを、特定のキャラクターを使ってクリアすることによって、出てくるみたいです。はい。まあ、とりあえず、俺一つ入手してまして、大立ちの取り方、いきたいと思います。大立ちですね。うん。まあ、上杉謙信と、信長の装備になるんだけども、まずね、信長の6章、本能寺の変。ここを信長を使って S ランク以上クリアです。まあ難しいもしくは地獄難易度のみだね。その2つ、どっちかで S ランククリアしましょう。そしてもう1つ、謙信は、ここだね、上杉教頭。ここを難しいもしくは地獄で S ランククリアをするといいです。まあ、本能寺の辺ちょっとね、ネットじゃないや。YouTube に載せれないので、上杉教頭、ここを行きましょう。で、使うキャラなんだけども、メインでも、パートナーでも、OK です。どっちでもいい。とにかく、そのキャラクターを入れて、クリアするようにしてください。まあ、俺は今回メインで行きましょう。では、行くね。基本的にね、難しいでいいよ。難しいでいい。地獄になると、ちょっとね、時間もかかるし、奮起した時にね、やられることがあるのよ。なので、基本難しいで行こう。うん、それでいいよ。やっぱり全員をね、レベル高くは、難しいじゃない。なので、ある程度のレベルでいける、この難しい。で、やるようにしましょう。うん。それがいいよ、絶対。で、これ、謙信はまだね、レベル24なんだよな。早くね、25にしたいところ。これクリアすると、25になるかな。おそらく。25になると、技っていうか、攻撃方法が1個増えるので、嬉しいよね。だいたい25で、ある程度完成だと思っていいかな。うん。25ないと、ちょっとそのキャラクターの本気みたいなのは見れないので、とりあえず25を目指していきましょう。うん。で、その後30だね。30になると、技能を最大まで上げることができるのかな。うん。なので、最初25。で、次に30。という感じで、上を目指していきましょう。まあ、俺もまだまだだね。ちゃんとこういう敵が、いっぱいいるところで、アイテムを使ってね、効率よく経験値稼ぎをしていきましょう。うん。レベル上げのね、場所っていうのが、まだ、いまいち見えてないんだよな。うん。難しい。まあ、今後、よくそういうね、情報も出てくると思うんで、俺もやっていこう。まあ、とにかく全員をね、まず30まで上げたい。頑張っていくよ。もうちょっとで終わりかな。10分ぐらいやってるんで、そろそろ終わりでしょう。いけ！あー、全員当たってない。全員に当たってない。でもいいか。あと、信玄倒して終わりぐらいじゃないか？あ、この上から行けばいいのか。この上が多分抜けるんじゃないの？でしょ？あ、いや、どっか開門するか。開門するかな？あ、いや、こっちじゃなかった。あ、でももう開門できるね。オッケー。どんどん攻めていこう。あ、ここが開かないのか。ここが開かない。なんだ、チェンジして戦わないとね。
行きましょう。ハンベ強いよ。ハンベむちゃくちゃ強いからね。こいつはね、ほんとおすすめ。わけわかんないぐらい強い。じゃあ、あっちいか。よっしゃ、あとボスだけ。残りボス。ハンベイさんもすでについてるけども、こいつで倒そう。うん、まあ、こんなことせずにね、さっと倒した方が、時間も S 取れていいんだけどね。いいか。そんなに急ぐこともないし、大丈夫でしょう。行くぞ！倒しきれるか。なんか最後の最後減らない時あるからな。いけたね。いいねー。確実に S でしょう。はい、総合評価 S だね。まあまあ第2章だからすごい簡単なんだけども、いけましたね。で、あ、そうか、もう俺すでに入手してるから、あれ2個って出ないんだね。そうだ、あれ2つ持つことができないからね。さっきは出なかったけども、これですね。名前なんて呼ぶんだろう、わからん。わからん、なんて読むかわかんないけども、これです。攻撃力は63と、もうダントツで強いのよ。でもスキルがね、俺これどうなのかなと思うんだよね。攻撃8なのよ。でこれ上げることができないんだね。8と9ではそんなに攻撃力変わんなくなるんだよね。63、38と差が開いてるんだけど、スキルの差でそこまで変わりはないの。で、俺はね、攻撃速度がどうしても欲しいんだよね。攻撃速度がないともっさりしてるんで、このユニーク装備にはね、攻撃速度がないんだよな。なので、物によっては、普通の装備の方が強いと思う。物によってはね。でもまあ、とりあえず、全キャラのユニーク装備はゲットしていこうと思います。とりあえず今日は、大立ちの入手方法やってみました。撮ってみてくださいね。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。